こんにちは、みさきです。はい、始まりました、みさきの部屋です。はい、今日は髪の毛の覆い方向けと、あと骨格をカバーしたい方向けに、今日は巻き方をやっていきたいと思います。結構髪を切りに行くことができなくて、だんだん量も多くなってくると思うので、ぜひ参考にしてもらえたらなと思います。それでは動画スタート。32mm のコテを使います。まず巻く前に全体をブラシでブラッシングしていきます。まず広がりを抑えるために、中間から毛先に向かって外羽に巻いていきます。コテを真横にして、挟むところを下に向けます。で、中間から通しながら回していきます。で、少しずつ後ろの方までやっていきます。毛束もなるべく少しずつ細めに取ってやっていきます。こんな感じで巻けてれば OK です。反対側も同じようにやっていきます。少しずつ毛束を取って、中間から毛先に向かって通していきます。両方巻けたら OK です。耳前で分けて、これをさらに半分に上と下で分けます。下の方の髪の毛を少し前の方に持ってきて、中間から毛先に向かって内巻きにしていきます。滑らせながら一回転巻きます。上の髪の毛は外巻きに、中間から毛先に向かって滑らせながら巻いていきます。反対側も同じように巻いていきます。下の髪の毛は中間から毛先に向かって内巻き、上の髪の毛は外巻きに巻いていきます。こんな風になれば OK です。次は鉢植えの髪の毛をすべて取り分けます。こっちサイドをだいたい3等分くらいに分けて巻いていきます。なるべく上の方からスライドさせるように外巻きに巻いていきます。少し面を整えてあげるとよりツヤが出ます。反対側も同じように3等分に分けて巻いていきます。
巻き終わった状態で少しパサつきが出る方もいらっしゃると思いますので、今回はツヤを出すためにオッチオットのボタニカルリッチオイルスプレーを使っていきます。全体にスプレーを振りながら手ぐしで少し目を整えつつカールをほぐしていきます。内側もしっかりつけていきます。後ろの方も同じようにつけていきます。反対側も同じようにつけます。結構オイル成分が入ってるので、つけたところがかなりツヤが出てるのと、トリートメント成分で補ってくれるので、すごい指通りもめちゃくちゃいい感じです。全体的にバランスを整えたら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。私の場合は結構もっともっとの量が多いのもそうなんですけど、切ってもすぐ量が増えてきちゃうので、基本的に外ハネと外巻きを使ってやることによってボリュームダウンができます。逆にボリュームを出したい人は内巻きをメインでやってあげると、こうふわっとボリュームが出てくれるので、ぜひそちらもやってみて、どっちが自分に合ってるか試してみてください。基本的に髪の毛が青い方は外ハネ外巻きがベストなので、ぜひ参考にしてみてください。またねー。